どうも。たこ焼き買ってきました。たこ焼き買ってきました。よいしょ。よいしょ。鬼滅の刃とコラボしてなかったんですけど、ここの銀だこがしてなかっただけかな。なんかいろんな変わり種ありまして、ちょっと変わり種も買ってきた。ノーマルたこ焼き逆に買わんかった。まあノーマルに近いのは買ったけど、明太チーズ、ネギマヨ、なんとあとチーズキーマカレーってのがあった。チーズキーマカレー、ちなみに1800円しました。これ6個入りで600円なんで、かける3個買ったんで1800円。高っ。こう考えたら高いよね。なんか6個買うとクソ高く感じる。だってこんなの原価さ、粉物でタコ入れてさ、ちょっと調味料入れただけでこれいくらだよって、原価考えたらさ、これで1800円取られて考えたら超高えわ。店舗によってもしかしたらあるないってのは違うかも。チーズキーマカレー。逆になんかさ、銀だこってさ、なんかさ飲み物とかあるじゃん。ここの銀だこ飲み物ないのよ。店舗によったりするんだよ。飲み物とかもさ、セットで安くとかあるじゃん。一応フランチャイズだと思うんだけど、フランチャイズである程度こうなんかそこら辺は好きにメニューとか選んでるんじゃないですか。その銀だこのなんかその大元のなんか商品っていうか、なんていうの、決められた中からこうなんかある程度選んでいいみたいなのあるんじゃない、フランチャイズで。チーズチーマカレー、うわ、カレーだからか福神漬けがついてる。福神漬けついてる。でこれが、これチーズキーマカレー、これが明太チーズで、これがネギマヨ。うん、じゃあちょっとまず、あー危ない。まあネギマヨからいこっか。うん、うまい。てか全然冷めてて、いやちょっとあったかいよ、ちょっとあったかいけど冷めてるから全然熱くない。生あったかいな。熱くないから全然食えるわ。正直ね、キーマカレーなんて食いたくなかった。なんかあんまり合わなそうじゃん。まあでも商品になってるからそれなりにはうまいかもしれないけど。配信用に一応買ってきた。じゃあ食べてみますか。チーズキーマカレー。うまい。福神漬け合うな。うまい。あ、思ったより全然合う。あ、全然合うわ。うまい。福神漬けがしかも合うし。うまいね。明太チーズ、うん、うまっ。うまいな。あ、うまい。明太チーズうまいかも。うまっ。ちょっと冷めてるな。全然熱くない。もうちょい熱々の方がうまかったかも。ちょっと冷めちゃってる。
ことかちゃんだ、こないだホヤ行ってきて道路渡ってコーラ買った。あ、マジで俺と同じコースじゃない俺の配信コースじゃないですか。俺もアホや行って対面のあれで買ったよ。あの道路、対面の道路のジュース、うんうん、近くにドラッグストア席があった。あ、本当。うまっ。うまいな。うん。ことかちゃんもね、めっちゃ家近いからね。うん、結構奇跡じゃない。あ、ペチャ焼きうまいよね、あれね。チーズとか効いてて。だって思いません。日本の配信サイトを、ってさ、あ、ふわっちってさ、北は北海道、南は沖縄。沖縄の人は見てんのかな、わかんないけど。まで見てる中で、それこそ北海道と沖縄の人だったら何キロあるんだよっていう。うん。それなのに、ここまで家が近いっていうの結構奇跡だと思う。うん。20分ってめっちゃ近いな。ね。いつか遊べたらいいね。うん、まあ一回だけ会ったことあるんだけどね。一回だけ会ったことあるけど、町会議でちょっとだけ。まあ町会議僕行かないですけどね。あれ運営に呼ばれたから行っただけで、呼ばれなかったら行かない。結構うまいな、これ。うまっ。今さら呼ばないだろ。まあね。もうニコ生なんか俺全然やってないし、あともう正直もう全然配信なんて頑張ってないから、もう影響力ないからね、俺別に。多分今、俺がニコ生やったところで、別にチクランとかはただ上位に行くかもしんないけど、そもそもみんながもう落ちちゃってるから、大した影響力がないんで。あ、羽ペンどうも。あ、ニコ生全然やってないな。ギャラ出たの。ノーギャラでした。あの公式とかの配信はさすがにギャラ出るけど、あの町会議運営多分 2,3 回呼ばれてるけど、 2,3 回ともノーギャラ。うん。ニコ生つまんない。いや、てかさ、もう生配信俺つまんないと思ってる、今の時代。うん。もう生配信はもうなんかあんまって感じじゃないかな。生配信はもうなんかアイドルでいう地下アイドル好きな人が見てるって感じなんだよ。うん。ずっと言ってるけどね、地下アイドルってあの一人の人からがっぽりこう課金してもらうみたいな、そういう商法じゃん。100万回ぐらいやってるよ。うん。ほら、動画勢よりもでも距離が近い感じあるじゃん、プラス。まあそこも近いアイドルっぽいけど、結局そうなんだよ、生配信って近いアイドルだから。そうそう、趣味でやってた時は楽しかったね。なんかもうお金のためにやいや枠つけてるじゃん。うん。
いや、ことがちゃんもさ、今お金のために枠つけてるだけでしょ。俺もそうだけど、もう見ててわかるもん。たまにことがちゃんの枠とか覗くのよ。そうするとなんかさ、テグーマウスとかしてさ、なんかあの、なんだろう、あのハムスター、わかんないけど、まあ、ハムスターみたいなマウスか、てかマウスか、テグーマウスっていうぐらいだから、なんかハムスターみたいなやつをさ、なんか映してるだけとかさ、まあ、明らかにアイテム待ちなのわかるし、で別にやりたくてやってないじゃん。でなんか顔出しじゃない、顔出しもほぼしないし、ラジオとかやってても別になんか話したいわけじゃないでしょ。誰かがお金投げてくれればっていう、もう明らかにそうだもん。まあ、俺もそうだけど、でも配信とかやってても楽しくないもん。ただもうお金待つためだけに枠つけてるだけで、うん。全く楽しくない配信なんて。やってる方がまずつまんないし、まあ、そんな配信なんて見てる方なんかもっとつまんねえんだろうなみたいな。うん。だってこの枠だってさ、こんな俺がだってこんなたこ焼き食ってるだけの配信なんて見てる方よくこんなん見てられるよねと思うもん。本当に俺のこと、俺に興味がある人しか見てらんないじゃん。たこ焼き食うだけの配信なんて何も面白くないもん。うん。そうそう、閲覧ある外配信しても止まる。もうそうだ、結局はそうだよ。これちょくちょく言ってんだけど、ふわっちでもやる気ない理由は、ふわっちでどんだけ頑張っても YouTuber みたいにあのなれないし、あのそもそもふわっち見てる人の数がクソ少ないから、じゃあかといって閲覧取れるような配信したところでもう無理なんだよ。なんかもうふわっちってもう閉鎖空間だから、もうリスナーの数が決まってんの、新規ほとんど来てないのよ。でそれでもうなんかお金投げる人、固定のなんかリスナーってお金投げる固定の人もう決めちゃってるから、だから毎回あのイベントとかマンスリーとか一緒なのよ、ランキングで。だいたい強いやつって一緒じゃん。そうで、なんかもう爆投げする人がもう固定化されてんのよ。この人にはこの人が投げるとか、この人にはこの人が投げるってもう固定化されちゃってるから、だからもう今更なんかちょっとなんか一時のなんかこう閲覧沸かしても、その一時のなんか野獣馬みたいなんで来た人のなんか投げてくれる人どんだけいるのっていう。そうだから、もうあんまりなんかね、ふわって言って今稼げてるやつは、まあもちろんその人がいなくなったらもうおしまいなんだけど、でも新規でなんかそういう投げてくれる人だってほぼ来ないと思う、もう。でずっと言ってるけど、その配信者のことを好きじゃないと大金ってなかなかなんないよ。大金投げるってなかなか繋がらないよ。うん。面白い配信しても、面白い配信ありがとうっていう、これずっと言ってるけど、面白い配信しても面白い配信ありがとうっていう気持ちの投げ銭って多分弱いのよ。うん。相当な富豪じゃない限りさ、あ今日の配信面白かったよありがとうって投げるのって多分金額で言ったら少ないと思うんですよ絶対。だってあくまで、あ面白かったありがとうの金額って多分相当そんな課金額ってしないと思うのよ。うん、だってさ、道端でさ、例えばさ、なんかなんだろう、大道芸人が芸やってて、でそれになんか投げるお金なんて10万100万なんてあげないでしょ。面白かったよって言うんで投げるので、その10万100万なんてあげないじゃん。面白かったよっていうね投げ銭って弱いのよ。それよりもその配信者にガチ恋とか、その人のこと本気で好きだっていうラブ、うん、ラブな気持ちが芽生えたらもうすごいのよ。それこそホストとか、あの、キャバクラの世界もそうだけど、その人の本当にもう、あれ、ことをガチ恋勢になったら、もう本当なんか、もうね、お金が大して持ってない人でも無理して投げたりとかして、もう10万100万とか、中には1000万とか、1億とか使う人もいるんだって。だからもう、そういうラブっていう気持ちで投げてる人が固定化されちゃってるから、今いる、この、ふわっちの中のね、こう投げれる人の。で投げないやつはもう絶対投げないじゃん。投げないやつはもう絶対投げないから、だからもう今更ふわっちで頑張ったところで、今稼げてるやつがあの結局投げてくれる人がいなくなるまで稼げるだけで、あんまりねふわっちで面白いやつやってもあんま見返りないと思う、その金銭的なやつは。うんマジで。でずっと言ってるけど、あの別にさ、稼ぐやつは別に何もやんないで家で喋ってるだけでドカって投げられるけど、あれは本当純粋なプレゼントビジネスなんだよ本当に。うん、そう、何かやってね、何かをやって、その
代わりにお金を投げてもらうとある種対価なんだけど、で面白い配信やりました、それでお金投げてもらいました、こうやってまあ言ってしまえば対価みたいな考え方もあるんだけど、何もしない、何も提供しないからこそ、だからあの本当の真のプレゼントだからこそ、その配信者が喜んでくれるっていう。そう、キャバクラとかそういうのもそうじゃん、あれだって別に何をしてもらうわけじゃなくても、どかってなんか本当のプレゼントだから、そのプレゼントが高額だったら高額なほどさ、だってお金欲しい人の集まりなんだから、キャバクラだろうがこのねふわっちの配信者だろうが、本当に欲しいものをなんか別に何も対価をね受け取らず、ただプレゼントするから喜んでくれるっていう、そこにハマってなんかリスナーが投げてるっていう、それそういう人がついた人が今稼げてるだけで。そうだね、あんまりね、もうふわっけ頑張っても、あんまりそこまでね、まあもちろん人にはやると思うけど、あんまりもうあれだと思うよ、伸びしろないと思う、落ちてく一方だよ。うん、マジでね、落ちてく一方だよ、ふわっちなんかして。うん、俺もなんかそう思っちゃってるから、もうなんかそういう考えになっちゃってるから、もう冷めてるから、もう配信もやる気ないし、ほんと勘違いってね勘違いってある意味すごい力になると思う。なんかふわっちでさ、なんか閲覧ある組ってさ、まあ世間では無名なのにさ、なんかこう結局なんかいろいろトラブルとか起こして喧嘩とかして閲覧稼いで、で多分自分のこと大手だすごいとか多分勘違いしてる人多分いっぱいと思うのよ。でも世間で見たらもう誰も知らない人たちじゃん。でもあのアングラな世界だけど、アングラな世界の中で大手大手って言ってくれるし、勘違いしてるからこそどんどん自分はなんか面白いね、こうもっと炎上させたら人が来るってんで、結局それで持ってるんですよね。うん、でなんか結局なんか他のさ、なんかつまんないね、何にもさ、あの展開がない、ただ家でこじってるやつよりも、まあ喧嘩とかなんかそう炎上的なことをやってた方が見どころはあるから、だから人は集まるし、でそれで人が集まったら集まったで、なんだかんだそのあれなんだよ、人ってさ、そういう展開を求めるやん、展開っていうか刺激を求めるやん、毎日同じことの繰り返しの世の中ね、そういうなんか見るもの、漫画とかね、ドラマとか映画とか非日常を求めるのよ。だからそのなんか非日常を配信にもみんな求めるから、視聴者は。だから普通に家でね、ただなんか飯食ってるだけの、喋ってるだけの配信よりも、やっぱ喧嘩してる方のが非日常的だし、見どころあるし、だからそういうとこに集まるんですよ。で、それでそのなんか数字だけを見てみんなが大手だっていうし、で、なんかそういうなんか、なんだかんだ見どころあるから、なんだかんだゴミみたいなやつでも、見どころあってなんだかんださ、面白いみたいな感じる人もいるから、で、その中になんかお金持ちの人とかが投げてるっていう感じ。あとはまあほんと、ガチ恋勢がさ、あのね、投げてるって感じだよね。あ、そういうねサイトよ、ほんとふわっちって。まあふわっち以外ものサイトもそうだと思うけどね、ある程度生配信は。だからね、あんまり、なんかもうふわってで頑張っても、メカリがないから、頑張った分。だからね、あと俺もうほんと、なんか分析しちゃうし、そういうの。勘違いもしてないから。だからなんか、なおさらなんか配信ちょっとやる気がないのよ。別にこんなたこ焼き食うだけの配信なんて面白いなんて思ってないからね、当たり前だけど。こんな面白いわけないから。こんな俺に興味ある人だけが見てるだけだし。俺にっていうか俺自体に、あ、もうほんとね、ふわっちゃんがいても落ちてく一方だよ、ほんとマジでマジで落ちてく一方。
ほんと落ちてく一方ですよ、もう。うん。もう何やってんだろうなとか思うもん、スワッチとかやってて。と言いながらふわっちゃん配信してます。別に配信したくてしてんじゃないよ。お金のためにしてるだけだから。別に配信したくてやってるわけじゃないもん。俺別にこんなクソカソサイトで世間では何も知らないサイトでたこ焼き食ってる配信したいわけじゃないからね。うん。何が面白いよそんなやって。あ、はい、どうも。なんだネットは法整備が緩いと言うけど、日本もふわっちツイキャスをサイバー警察が巡回している。どの過ぎた恐喝でいいのかな、恐喝行為とかをでもね、マジあの巡回、サイバーポリスとか多分巡回してないんじゃない、わかんないけど多分してないと思うよ。あとそれを警察に言ったところで、なんかもうほんと担当者次第なんだよね結構。うん。俺なんかだって今まで散々脅迫とかさ、いろいろされてるけどさ、結構相手してくんないもん警察。うん。これ普通になんかお前んち殴りに行くとかってさ、なんかなんだろう、ツイッターで言われたのかな。俺警察行ったことあんのよ。相手してくんなかったかんね。いや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 って。脅迫でしょこれみたいな。うん。あ、こんにちは。やばいよ。あとさ、ひどいやつなんかさ、普通に名指しでさ、関新言地になんかサリンを巻きに行くとかさ、そしてなんかぶん殴るみたいながあったんだけど、それもなんか別になんか持ってったら、まあ多分嘘なんじゃないですかで終わったからね。やばくない本当に。あれをさ、あらすましたいしょ、あらす。当たりあらす。まああれも多分、生活安全課行って本気で多分俺が伝えたら多分変わったんかもしんないけど、まあ関さんなんていつもいたずらされてるじゃないですかみたいな、もうなんかさ、みんながさ警察にもう電話とかしまくってるし、俺も警察行きまくってるから、なんかもうそんな扱いに変わってきてんだよね。てかサリンなんて本当に撒いてくるわけないでしょみたいな扱いされたからね俺、マジで。うん。まあ俺も正直さすがにそれはしてこないだろうなって思ってるから、うん、なんか本気で言わなかったんだけど、一応言ってみたんだけどね。で、本気で多分言ったら、まあ、さすがに、なんかこう、ね、その人逮捕してくれたんかもしんないけど、脅迫で。うん。ありょうさん、ふわっちどうわざす。いや、ほんとマジで、こんなもんよ。そんなもんだった。まあ、俺の場合、特別すぎるんかもしんないけど。あ、りょうさん、連長だっす。ありがとうございます。本当にそうだからね、マジで。うん。あ、りょうさん、ふわっち動画だっす。やばない、マジで。あ、じゅーばーだす。ありがとうございます。やばくないっすか？完食しました。6個全部完食しました。 6×3 で6、3、18個食べました。いやマジでやばいよ。さ、今結構モンちゃんにさ誘われてるんですよ、なんか一緒に YouTube やろうとか。
あんまり返事してないけど。もんちゃんとカップル配信やろう、カップル YouTuber やろうとか言われて、でもなんかさ、なんかもんちゃんってなんかあんまなんかなーって、うん、あいつ性格終わってるからさ、マジ結構。ことかちゃんだったらな、うん、あのね、多分動画を作るっていう目線で見たら、多分もんちゃんとことかちゃんどっちと絡んだら面白くなるかって言うと、多分もんちゃんの方が面白くなると思うの。でも見た目は圧倒的にことかちゃんの方が可愛いから。まあ今ことかちゃんが来たから言うけど、うん。お腹いっぱいになったな。ことかめちゃくちゃ可愛いよな、確かに。ことかちゃんはね、ふわっちの中で一番可愛いんじゃないのかなと思ってるよ。うん。ふわっちの中で多分一番可愛いんじゃないのかなって。なぜかもんちゃんにブロックされて見れない。なんでブロックされてんの。まさか、まさか俺が可愛いとか言っ、なんか、すげえたまに言ってんのよ、俺。まあ、毎回言うわけじゃないけど、俺、ことかちゃんは、すげえ可愛いとか、ふわっちの中で多分一番可愛いんじゃないかってすげえたまに言うんだけど、それをもしかして聞いてて嫉妬してブロックしたのかな。もしかして知らないけど、うん、もしかして嫉妬なのかな。子とかは父がな、いや俺も確かにパイオツカイデーな人が好きなの。俺は、まあ、はっきり言ってアイカップ以上の人が好きなんですよ。あの理想はアイカップ以上、理想はねアイカップ以上なんですけど、 H でもちょっと物足りないぐらい、うん。でもね、あのまあ、スタイルはそうなんだけど、でもねやっぱりね、顔が究極可愛かったら胸はでもやっぱりあの関係なくなってくるよね。うん。だって俺が好きなパルルとかだって多分パルル D カップぐらいだと思うんだけど、顔が究極可愛いから、まあ、D カップでもいいのよ。でえなこだって一応 F なんだけど、まあ、F 結構でかい方だけどね。まあ、えなこはすごいいいなと思うけど、まあ、一番好きなのはえなこだけどね、芸能人の中で。まあ、芸能人なのか分かんないけど。そう。で、あとは、友永美代ちゃん。なんか元 HKT の友永美代ちゃんも好きだけど、多分友永美代ちゃんも多分いいぐらいなんですよ。うん。で、まあ、理想のアイカップ以上ってのには、全然あの、該当してないんだけど。まあでも、もう顔がすごい可愛いから、全然いいのよ。そう、ことかちゃんも、あの、いや多分ことかちゃんなんて下手したら B とか A でしょ、多分。C すらないと思うんですよ、多分。パッと見。多分 D はおろか C すらないと思うんだけど、 A か B だと思うんだよね。いやでもことかちゃんはね、顔が超可愛いから、顔がマジ究極可愛いから、なんかもう別に胸なくてもいいかなっていう、うん。やっぱね、顔が究極可愛いとパイオツカイデ好きな俺もやっぱ変わってはくるよね、うん。そこに関してはひなりはもう結婚しちゃったから。やっぱそこはそうですよね。いや、ひなりちゃんはもう結婚しちゃったんで。若干トイレ行きたいけど、トイレが行くのがだるい。どうしよう、帰るかも。たこ焼き食い来ただけっていう超絶ゴミ配信ですよ。うん。
あ、りょうさん、ふわっちどうもありがとうございます。あ、ふわっちどうもレンチャーです。いやーほんとね。もんちゃんはね、もうずっと言ってるけどね、いや別に全然ブサイクじゃないと思うんですよね。顔むしろ可愛い方だと思うんだよね。まあそうそうね、製造機、そうっすね。もんちゃんは別に可愛くなくはないと思うんだよ。てかむしろ可愛い方だと思うんだけど、なんかね、生理的に、なんか生理的にっていうか、なんて言うんだろう、別に嫌いってわけでもないんだけど、生理的に無理的な嫌いとかってわけでもないんだけど、なんだろう、なんか女の魅力が感じられないっていうか、ずっと言ってるけど、なんか俺の中でテンチムみたいなもんだよ。テンチムも俺別に顔は絶対可愛いか可愛くないかで言ったら可愛い方だと思うの。究極可愛いとは思わんよ、全然究極可愛いとは思わんけど、テンチムも可愛いか可愛くないかで言ったら可愛い方だとは思うのよ。でもなんかね、女としてのなんか魅力を感じられないのよ。可愛いっていう、顔が可愛いってだけで、なんかね、仕草とか、多分その普段喋ってる感じとか、その態度とか、多分そういうもんだと思うんだけど、なんか男っぽいじゃん、なんかいろいろ、なんか性格とか喋り方とかさ、多分考え方もちょっと男っぽいって、男っぽいとこあると思うんだけど、なんかね、俺男っぽい女嫌いなのよ。だからあるじゃん、なんかなんだろう、なんかさ、わかんないけど、俺ときメモとかやったことないけど、イメージとしてはときメモとかでいろんなタイプの女の子がいるじゃないですか。もう本当は女の子してる女の子とか、あとは中にはちょっと男っぽいなんか女も多分いると思うのよ、ときメモって。でなんかショートカットのイメージ、なんかイメージとしてはなんか青い髪でショートカットで、なんかもう男っぽいようなこと言うみたいな、ちょっと男っぽい、ちょっとボーイッシュなね、ボーイッシュな女の子とかいいと思うんだけど、俺そういうタイプが苦手なのよ。そう、なんかサバサバしてるみたいな、そう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 、なんかね、俺が好きなタイプって、なんかね、もうとにかくもう超女の子って感じなの。なんかもう女の子って感じ、これぞ女の子みたいな、もう女の子の中の女の子みたいな感じ。そう、ぶりっ子とかも別に嫌いじゃないし、あとね、もう見た目で言ったら、まあもう最近特になんだけど、ロリなんですよね。ロリ系がすごい最近好きだわ。昔はね、そこまでロリ系、別、まあ嫌いじゃなかったけど、そこまで好きってわけでもないんだけど、最近はロリ系がちょっと好きっすね。まあでもなんかすごいカイデーな、ちょっとグラマラスなドエロ系も好きっすけどね。グラマラスな、カイデーなドエロ系も好きなんだけど。どっちかかな。ロリ系か、グラマラスなドエロ系。でも性格サバサバしてるんじゃなく、なんかもうなんて言うんだろう、ロリ系だったらもう女の子って感じなんだけど、なんかそのドエロ系のカイデーなやつだったら、もうなんかもうエロエロな子、もうとにかくエロい子。わかる、もうなんかわかるでしょ、なんか仕草とかそういうやつ、あれいるじゃん、あの志村けんのなんかコントみたいなやつに出てたさ、森下修理って言うんだっけな、森下優理、わかんない。わかる、ああいうイメージ。森下優里みたいな人いるじゃん。優里かな、朱里かな、わかんないけど。なんか雰囲気エロいじゃないですか。雰囲気エロいし、わかる、ああいうタイプ。イメージとしては。なんかもう体つきもエロいのに、なんかもう、なんかこう、なんて言うんだろうな。なんかもうとにかく仕草とかもエロいみたいな。全部がエロいみたいな。ああいうタイプ、イメージとしては。それか、もうほんとロリロリな、どっちか。そう。まあ、ことがちゃんはね、ロリ系だからね。アンマチ大将です。じゃあ、そろそろ帰るかも。最近のね、女性のタイプはそれかもしんない。あ、当たりどうも、りょう、あれです、りょうさんです。トイレ行きたい。トイレ行きたいな。よし、じゃあもう戻るか。森下優里、修理わかんない。名前わかんないんだけど。森下なんとかって人。
まあ、イメージとしてはあんな感じよ。じゃあちょっとあれにするか。よいしょ。ドライブでちょっとコンビニ行ってトイレ行きます。あ、もうドライブモードはね、コメント巻いても見れないですけど、あ、でも最近ね、あの僕の大好きな、え、あの、元 HKT の友永美穂ちゃんに似てるね、AV 女優を見つけてしまったんです、僕。最近、いや、結構似てるんだよ、マジで。顔結構似てて、ほんと結構似てんの。で、なんかね、友永美穂ちゃんって多分ね、刃みたいなある気がするんだけど、それも結構あるのよ、その子。てか、むしろ友永美穂ちゃんより刃あるみたいな。で、ちょっとね、歯並びもなんか完璧にいいわけじゃない。なんか刃とかって、ちょっとなんかずれてる感じあるんだけど、それはそれで愛嬌あっていいのよ。他が可愛いから。そう。で、友永美穂ちゃんにかなり顔似てんのよ。で、それでいて、めちゃくちゃね、あの、H カップあって、でも H カップでなんか結構ね、あのね、エロ、なんだろうな、あの、ただでかいってだけじゃなく、なんか結構エロい乳をしてるっていうか、形とか弾力系な感じだと思うんだけど、その、でかさだけじゃなく、弾力とか、その形の感じとかだと思うんだけど、なんかとにかく、いい胸をしてるんですよ。そう。でね、そのね、最近ね、その、友永美穂ちゃんにの AV 女優を見つけてしまった。で、友永美穂ちゃんって、まあ、多分、あのね、E カップぐらいだと思うんですよ、実際のカップ数はね。でも、その子 H なんですよね。で、そのなんか、友永美穂ちゃんにの AV 女優がですね、なんかその、スクール水着プレイみたいなしてて、それは良かったっすね。で、しかも僕の大好きな、あの、爆乳、まあ、H カップなんで、まあ一応爆乳の中に入ると思うんですけど、しかも、プラス中出し物とかも結構やってたんですよ。爆乳中出し物の僕の大好きなジャンルの、その友永美穂ちゃんにの子もやってて、で、非常に良かったんですよね。そうなんですよね。よいしょ。まあでもね、出てる本数は結構少ないんだよね、その子。うん。なんか違う名前、ほら、AV 女優あるあるだと思うんだけど、なんか名前変えてさ、違う、ほら、違う販売元製造元っていうの、なんて言うんだろう。あの、ほら、AV メーカー、違うメーカーでさ、なんか、行ってさ、なんか名前変えるみたいなパターンあるじゃん。そう、名前多分1回か2回変えてて、それの、なんかその子の、なんか名前変えたのも合わせた、全部の AV の、 あのタイトル多分10本もないぐらいだと思うんですけど、あんまそんなにないっていうか、多分7、8本ぐらいだと思うんだけど、うん。あー、ここコンビニあったのに。あーくそ、ここ左曲がればよかった。いや、ここ曲がって左行くか。トイレ行きたい。なんかね、俺 AV ってね、なんかね、もう爆乳中出し物以外見たくないんすよね、なんかもう。いや、どんなになんかこう、あれっすよね。なんだろう、なんかすごいいいなって思った子でも、なんかもう中出し物がないと、もうなんかもうなんか見る気失せるっていうか、
でファンザでさ検索するときにさ、なんかこうその子の名前で検索して、でその AV 女優のみのなんかこうやつがタイトルが出てくるような検索しても、左のところになんかそれのなんか中出し物やってたら中出しっていうなんかそういうなんか選べるとこあるのよ、ジャンルを。でそこに中出しって書いてなかったらもう中出し物がないですよ。でもね、 AV によってたまに中出しって書いてないのに中出し物もあるんだよね、たまに。だからそれがだから書き忘れみたいなやつだと思うんだけど、たまに中出しって書いて、そのジャンルに入ってないのになんか実は中では中出ししてたっていうのがたまにあるの。うん、じゃあトイレ行ってきます。ファミマのクリームパン気になってた。本当っすか、ちょっと行って見てみ、あ、本当だ、美味しそう。何これ、もうお腹いっぱいで食えんけど買ってみようかな。俺もほんまや、買ってみようかな。新発売ですかこれ。てかちょ、とりあえずトイレ、よいしょ。
買ってきちゃったよ。スンゴって案外ガチ恋女リスナーいる？いや、まあいなくはないかな。ゼロではないね。まあ別に俺なんだろうな、申し訳ないけどそれなりに顔は整ってる方だと思うんですけどね。なんかなんだろう、髪とかさ、もうなんかちゃんとしてないからさ、もっとほんとちゃんと、もっとちゃんとね、服とかもそうだけど、ちゃんと決めれば俺結構ほんと多分山下智久と並べると思ってるからね。はい、ね、俺あんまねカスタードクリーム好きじゃないんだけど、確かにこれ見た目美味しそう。生クリーム好きなんだけど、生クリーム好きでカスタードクリームはあんま好きじゃないけど、確かにこれ見た目美味しそうです。いやでもコトコちゃんも俺のことイケメンって言ってたからね。美味しそうっすね、うん、ファミマザクリームパン、多分新発売なのかな。とろけ合う、あー超匿名の方から10個きたー。10個やったやったやったです。おいがおいがおいがアラブの石王フィードビルイズソートマークスソムズやったー、ありがとうございます。これ美味しいっすか。いや親に買ってくのめんどい、めんどいな。これ美味しそうだね。俺カスタードクリーム好きじゃないのよあんま。でもなんかこれ見た目めっちゃうまそう、美味しそう。ファミマザクリームパン、あ、とろ溶け合うパンと王道カスタード、カスタードの中の黒い粒はバニラシードでした。形がいいね、うん、なんていうんだ、なんか形がなんか焼きたてパンみたいな見た目、なんか焼きたてのなんかパンじゃないとこういう感じの形になんないというか、焼き上がりになんないみたいなイメージの形してる。見た目確かに美味しそう。おお、D カップくらい分かんないです。まあ多分コトカちゃんの胸よりはでかいと思います。ほほほほほほ、おー、うん、いや一応あの手は洗いましたトイレで、うん、あー美味しいね、うまい。なんかクリームが、うん、でもお腹いっぱいだな。なんかね、パンの生地が超もちもちしてて、クリームがカスタードクリームだね。でもなんか普通のカスタードと違う感じ。バニラなんとかが入ってんじゃないの？黒い粒みたいなのがちょっと入ってる。うん。うん。まあ、うまいんじゃないこれ。うん。でもね、俺ね、あんまりカスタードクリームそんな好きじゃないから、好きじゃない俺からしたら、まあ正直、めっちゃうまいかって言ったらあれだけど、でもこれカスタードクリーム好きな人は絶対好きだと思う。これかなりうまい方だと思う。うん。あと、お腹いっぱいなんだよな、今。うん、これカスタードクリーム好きなら多分美味しいんじゃない？これかなり。まあ美味しいと思う。うん。ああ、たこ焼き18個食った後で、いや、お腹いっぱいだよもう。美味しいっすね。うん。あ、なんか、コトコちゃんがうまいって言った、うまそうぞ、うまそうじゃねえ。気になってるとかって言ったから、なんか釣られて買ってみたんだけど。まあ、うまいと思うよ。子供とか好きかもね、これ。うん。でもね、なんだろう。このパンの生地がもちもちして、このパンの生地の感じはすごいいいと思う。すごいもちもちしてます。
まあうまいね。うん。なんで忍者さんないっすって。あ、花火投げた人が違いますよ、これ。これ、てんてんさんじゃないっすよ。うん。ああ。もうお腹いっぱい。よく食べたな、こんな。もうお腹いっぱいすぎるわ。うん。あー、お腹いっぱいだ。もう食べれないっす。タコ入ってた。いや、たこ焼きにタコ入ってなかったらクレームもんじゃない？なんかそんななんかアニメみたいななかった？なんか。たこ焼き買ったのに中にタコ入ってなくてもクレームしに行くみたいな。なんかそ、なんかそんな漫画みたいになった気がする。あ、漫画の一シーンでね。うん。なんかね、たこ焼きの、なんだろう。タコが入ってないっつんでブチ切れて。まあでもたこ焼きってぐらいだからさ、タコ入ってなかったらもうダメだよね。うん。それでブチギレてて、なんかその何の漫画だったかな、なんかあった気がするんだよな。うん。まあでもたこ焼きにタコ入ってなくてもそれなりに食えそうだけどね。うん。まあもちろんタコあった方がいいと思うけど、タコはあった方がいいとは思うけど。タコなしでもそれなりに別に食えなくはないと思うけどね。うん。あー、お腹いっぱい、もうダメだ。もう食べれないっすよ。もうこれ以上食えないっす。たこ焼きをタコ抜きでくださいと敵屋さんに言う配信。いや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 。なんかそれってどうなんだろうね。まあ別に言えばやってくれるそうな気もするけど。でもなんか、ちょっとバカにしてんのかって思われるかもしれないよね。なんか、たこ焼きにタコ入ってないって、お前舐めとんのかみたいな。タコだけにタコ殴りしてやるぞみたいな。どうしよう、帰るかも。あー、もうだめだ、吐きそう。お腹いっぱいすぎて。帰りますか。帰りますかな。じゃあまたちょっとアイテムとかね、コメントとか見れなくなっちゃいますが。帰るか。よいしょ。あー、そこ左行っちゃうかな、別に渡りにくいから遠回りになっちゃうが。タコ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 焼きマントマン。
苦しいな、腹いっぱいで。ああ、食いすぎた。マジちょっと気持ち悪くなってくるぐらい。よいしょ。食いすぎたわ、マジで。昨日のエナコリンのグランツーリスモ配信可愛かったな。なんかえなこって名前さ、最初さ、なんかすげえ変な名前だなと思ったけど、慣れるとすごい可愛いなと思って。えなこりんがなんかあのグランツーリスモでさ、名前が出るんですよね。自分の名前が出るんだけど、左のところになんか対戦してる時、ワールド対戦、ネット対戦してる時、えなこってなんかひらがな出て、なんかめっちゃ可愛いんだよなめっちゃ可愛いんですよね。
加藤純一とどこで差がついたんだろうな。加藤純一とここまで差がついたのはどこや。理由は簡単だよな。まず YouTube をやらないと可能性すらないんだよな。まあ別にやったところで必ず成功するわけでもないけど、なんかヒカキンがね、ヒカキンが年収115億らしいんですよ。いや、そりゃ合ってるか分かんないけどね。歌えるが歌ってたんですけど、昨日だか2日前だか、まあ、本当に合ってるか知らないけどね。でも本当だとしたらやばいね。115億ってやばくない？本当にそこまであるかは不明だけどね。YouTube 以外のものを合わせたら、まあ、あと多分 UM の役員報酬みたいなのもあるんじゃない？多分なんだろう、代表取締役ではなかったっけ、なんか分かんないけど、なんかのかなりの役職入ってるよね、ヒカキンって。本当にそんなあんのかな。まあ、10億超えてる YouTuber とかは全然さいるけどさ、そのなんかね、YouTube 収入だけじゃなく、まあそのアパレルとかなんか他のこと、なんか他の授業でやってて、そっちの収益も合わせたら、まあ、全然っていうか一握りではあるけど、いくら天下のヒカキンでも115億って本当かと思って。朝倉未来がかっこいいなと思い始めてさ。まあでも目指せないけどね、朝倉未来みたいには絶対なれない。もうジャンル違うもん。俺あんなに体丈夫じゃないしね。いや、朝倉未来がなんか最近かっこいいんだよな。なんかね、なんかのね、朝倉未来のなんか裏側じゃないけど、なんて言うんだろう、なんか多分 YouTube もやってる、多分なんか格闘家だと思うんだけど、でまあ全然まだ新人のさ、全然なんかまあ無名っちゃ無名のみたいななのが、なんかこう朝倉未来、なんかこうやっていきなりカメラ回して朝倉未来のとこ行って、なんかアドバイスもらうのよ、なんか朝倉未来に。でそのなんかアドバイスしてる感じがなんかすげえ優しいんだよね。なんか裏の顔でもないけど、でなんかカメラ回ってるけどいいですかって、あ全然いいよみたいな、ね、全然いいよそんなの。なんかね、そのアドバイスとかがすごいなんか的確で、しかもすげえなんか優しい口調で話してて、あ格闘技の世界入ったんだみたいな感じで、そういう感じの流れの話すんだけど、なんかその感じが超かっこよかった。
なんか普段動画で見せる感じじゃなく、なんかほんと裏の優しい顔みたいな。でちょうどなんか多分その朝倉未来がなんか多分主催したイベントのなんか 裏でのことなんだかよくわかんないけど、なんか朝倉未来ちゃんとスーツで決めててさ、そんな感じでなんかちょっとビジネスマンっぽく、そうなんか自分がそのなんていうの、格闘技のプレイヤーであり、それでいて YouTube のプレイヤーでもあって、プラスなんかプロデューサーみたいな立場みたいなさ、主催者みたいな、そういう顔も持ってて、でそれでなんかまあ自分と同じ道を歩もうとするまだ若手の駆け出しの人に、なんかすげえなんか優しい感じで話してて、うわなんかかっこいいなこの一面と思って、なんかさ厳しいとこはやっぱ厳しいじゃないですか。でもほんと悠々白書の歌じゃないけど、なんかこうめちゃめちゃ厳しい人たちが見せた、なんかこう不意に見せた、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうね、ありがとうございますって状態、ほんとその状態なのよ。すごい優しい一面みたいなのさ、うわなんかその瞬間すごいかっこいいなと思って、微笑みの爆弾状態ですよ。